プロの役者知り合いもいるから、場合によっては。いや、プロはギャラ払わないとまずいでしょ。飲み代でとか、そういうのがなんとかなるんだったらいいけど、予算なんてねえよ。機材買って終わりだから。本当に、カツカツで撮るから。すき焼き食べたいっていうのを、ちょっとね、すごい感動したんだよ。今日バーで飲んでたの、久々に。俺のアジトで。隠れ家で飲んでたんだけど、聞かないでいい、聞かないでいい。台本渡すから、その時に、これ必要だよってなったら、協力してよ。これは俺じゃなくてこいつだっていうのだったらいいけど、今の段階でもう素人で撮ったこともないわけだからさ、プロの人に迷惑かけるとあれだから。すき焼き食べたいっていう話がすごい感銘を受けて、これ、新宿の大ガード下のところに公園があるんだよ。で、そこに砂場がある。普通の。小さい砂場なんだって。で、そこのバーのオーナーが、冬の寒い日に夜中歩いてたんだって。で、公園の砂場に、すき焼き食べたいって書いてあった時に、わかるでしょ、ワドって言われて、俺すごいわかったの。これわかる人いる？すげえわかる。で、俺はそれを映画撮りたいと思っちゃったの。そのすき焼き食べたいよ。わかる、わかります？このすき焼き食べたい。いや、歯医者、いや、全然歯は任せるけど。このすき焼き食べたい伝わるかな？これはね、多分ね、石野もわかります。でもこの時点でわかりますって言ってくれると思うの。わかる？俺はこれをね、映画にしたいの。5分のショートムービーに。一杯のかけそばって何？伝わるかな、これ。なんかグッと来ないっすか？冬の寒い夜中の公園にポッと何の気なく行って、砂場に書かれたすき焼き食べたいってグッと来ない？グッと来ない？ すげえ。子供がまだ食べてるでしょうが。それに近いところあるかもね。一杯のかけそばをみんなで食べる。何それ。わかんない。そんなことがあったの？なんかね、多分本当に食べたいんだろうなっていう。で、何かしらの理由で、かけそばわかんない。何かしらの理由でその人はすき焼きが食べられない。よう知らない。何？かけそば。一杯のかけそばをみんなで食べるって。もう全然わかんない。何の話だろう。何かしらの理由でその人はすき焼きが食べられないんだよ。ホームレスなのか、リストラされたのか。ああ、知らない。なんだかわかんないけど、すき焼き食べたいから物語が、いろんな物語が連想できるんだよ。俺はね、それをフィルムに収めたいの。一人の男が、すき焼き食べたい。すき焼き食べたいは変えるけど、メッセージをね。でもそれってさ、ドラマがあると思うんだよね。一杯の男は何の気なく、仕事の途中でサラリーマンが公園にフラッと立ち寄った時に、すき焼き食べたいから始まる物語。すき焼き食べたいは変えるけど。とても貧しい家があって、年末に一杯のかけそばを家族で食べるという悲しい切ないお話。なんかね、でもね、それはね、食べれてるし、家族がいるんだよ。ね、すき焼き食べたいはさ、家族がいないんだよ、多分。家もなければ仕事もないやつなんだよ、多分。じゃないと書かないじゃん。多分ね、すき焼きじゃなくて本当に食えないやつなんだよ。すき焼き食べたい、食べてるんだよ、かけそばを。で、シェアできてるんだよ。多分それは、幸せなんだよ、そいつ。
だから感動できるの。わかる？まあ、糖尿病かもしれないしね。なんかしらの理由があって、そのすき焼きが食えない男なんだよ。食べたいのに。多分なんかしら食いたいんだよ。でもすき焼きが食べれない男なんだよ。そのメッセージを受け取っちゃった男が始める物語を、ショートムービー。うん。すげえなんかグッときたよ。だってさ、年末一杯のかけそばを家族みんなでシェアできるってさ、わかんないよ。ざっくりしか見て、知らないからあれだけど、それ幸せじゃん、そいつは。美談じゃん、逆に。嘘、すき焼き食ったの？アメリカで？マジで？うん。あ、それいいじゃん。すき焼き食べたいって書くのが最後、クソカスカオスが外人でっていう。すげえかっこいい終わり方さ。わかんないけど、アメリカで育って日本語は、うち貧乏だった？ばあさん金持ちなのに？ライオンズクラブで。わ かんないけど、物語を深く展開するのは実は適当に書いたってオチがいいな。あー、なるほどね。女子高生とかカップルが幸せそうに 嫌な終わり方だよね。すげえ男がファーってなって、そこでボロボロ泣き始めるんだよ。砂場で。すき焼き、だから携帯電話で、あー、もしもし、みたいな。あ、例の件で、はい、はい、っつって。ねえ、ああ、やってらんねえよってなって、缶チューハイカシャってやって、公園で飲んでる時に、なんだこれってすき焼き食べたいって言ったら、男泣くんだよ、そこで、えぐえぐ、サラリーマンが。で、もう、いろんな葛藤を書いて、で、最後のカットの終わり、カップルがすき焼き食べたいねって二人で。あ、いや、まあ、そういうことなんだと思うけど、受け手の問題じゃん。受け手の世界観じゃん。表現をするって。でもそうなのかもしれない。どうってことない。ただ大学生がすき焼き食いてえなんつって書いただけかもしれないけど。木の棒ですき焼き食べたいってサラサラ書いてカメラが引いたら誰もいない。なんだろう。俺はそのすき焼き食べたいは、男の最後ぐらいに書く、ダイイングメッセージなんじゃないかって思ってるの。 一人の男が、人生の最後に書いた、地球に残した爪痕なんじゃないかっていう。 すき焼き食べてーっつって砂場に書いて、男は消えるんだよ、この世から。それくらい深いすき焼き食べたいなんだよ、俺の中では。そう、だってさ、砂場に書いたことある？すき焼き食べたいって。ある？ないでしょ。素敵やん。すき焼き食べたいよ、砂場に。素敵っつうか、なんつうか。で、なんで俺これ感動したかっつうと、俺わかるんだよね、書いちゃう、追い詰められたやつっていうか、多分ね、石野も、すき焼き食べたいって公園、どっかになんか、公園とかに書いてたんじゃねえかな、みたいな。砂漠でサボテン見ながらオナニーした。ああ、そういうの、そういう、そういうこと、そういうこと、そういうこと。そういうこと、そういうこと、そういうこと。そういうこと。汲み取ってくれてありがとう。俺が言いたいの、そういうこと。でも、それが、サボテン見ながらオナニーしたクソカスカオスでしょ。で、俺が、違うんだよ。俺が旅行、旅かなんかわかんないよ。何の気なしに、もう配信とか全部投げ捨てて嫌になって、砂漠を旅したと。その時にサボテンに生死かかってたら、俺の中でドラマが始まるのよ。わかる？なんだこれと。すき焼き食べたいと全く一緒なんだよ。サボテンの生死だよ。
サボテンのザーメン。それにすごく似てる。だからそれやった側じゃん。やった側の話じゃないのよ。何なんだろう、これっていうものに出会ってしまう感覚よ。レンちゃんはどっち？コウさんはどっち？おはようかたら。何かわからないけど、何かおかしいものだよね。アート。俺、あと、アートだって思ったのが、電柱があるんだよ。都庁前に。でね、俺、その電柱を写真パシャパシャ撮ったの、石野と歩いてて。石野と二人で散歩してて、配信外かな。で、いや、ワドさん、そういうの好きっすねーって。石野が言うんだよ。いや、これアートだよ、石野。これ絶対悪ふざけから始まってるんだよって。あのね、細いポールが4本並んで、で、1本のポールになってる街灯なのよ。4本。ね。で、そこに空き缶が詰め込まれてるの。その、ポール4本が1本になってる。わかる？イメージできる。細いポールが4本が1本のポールになって街灯になってるポールなの。そこに、そこの真ん中に空き缶が1個じゃなくて、30個ぐらい空き缶がぎゅうぎゅうに詰め込まれてんの。で、俺はそれがもうかっけえっつってパシャパシャ撮ったんだけど、誰かが始めたいたずらなんだよ、一発目は。一発目は酔っ払いの誰かがジュース飲んだ学生かなんかがガチャガチャって詰め込んだんだよ。で、その一人の何の気ない悪意が、30個のゴミを詰め込むことになったのよ。で、もう目立ってるの、正直言うと。もう、なんかすごいことになっちゃってたのよ。空き缶だらけになっちゃったよ、そのボール。で、もう、これそろそろ撤去されるなっていうギリギリのタイミングだったんだよね。で、1個だけだったら写真撮りたいと思わないの。あのね、もうちょうどこれ撤去されるなっていうタイミングのあのぐちゃぐちゃ感のなんか1個の塊になってるのがすげえかっこよかったんだよね。あー、ねえ、渋滞するところで、ねえ。それがね、ちょっとアートっぽくなってて、その真っ暗な、その都庁前の真っ暗なところでファーって照らされてんのよ。街灯で自ら。アートみたいになっちゃってんの。そう、連鎖反応っていうか。和道さんの趣味に合うのかなっていうか。いや、汚いか汚くないかっていうか、その人の悪ふざけみたいなものが芸術に見えたんだよね。無意識の、その、無意識にできたもの。人のダメなところがすごいかっこよかった。あと、石野かっけえなと思ったのが、いや、俺と石野が共感した話なの。石野が言い出したか俺が言い出したかわかんないんだけど、まあその後歩くんだよ。そうするとさ、都庁前にモニュメントがいっぱいあるの。1億とか3億とかするんだろうよ。銅像とかいっぱいあるのよ。で、それ見ながら2人でキッタケタ笑いながらの、ベロベロんだよ、2人とも。多分配信外でキッタケタ笑いながら、狂ってますね。石野が。俺、飯食えないで段ボールで寝てるんすよ。俺、飯食えない段ボールで寝てて、苦しんでるんすよ。こんなくだらないものに1億とか2億とか、東京都は払ってるんすよ。誰も何にも思わない、このどうでもいいモニュメントに数十億かかってるんですよ、つって。で、俺は飯も家もないんですよ、つって、二人でケタケタ笑った。狂ってますよ、狂ってるなー、つって。世の中狂ってるなー、石野は、つって。懐かしいなー。空き家がさ、ホームレスの数より多いんだよね。53万棟だっけ？ 50 万棟ぐらいあるんだよね。空き家が日本って。すごいよね。面白いよね。なんだっけ？食料の3分の1を捨ててるんだっけ？日本は。で、飢餓があるんだよ。
ああ、すごい趣味だね。俺そんな勇気ないわ。やってみたいと思うけど、スキンだから。スクワッターって言うんだっけ？人の家に、ヤドカリみたいに住むの？でもね、俺は、やっぱり、家賃っておかしいと思ってて。おかしい。そう、働いてないんだよね、家って。土地とかって。働いてないのに、なんで俺ここに6万払うんだろうっていうのを本当に思うよね。もう、俺、映画と作業所で働くの6万、7万ぐらいなんで、1ヶ月。なんで俺こんなに頑張って一生懸命働いてんのに、この家の方が、この家と等価値なんだろうっていう。それはすごい疑問だったけどなぁ。ふふふ。電線引いて。あーって言うよね。電気泥棒しちゃうって言うもんな。電線を引っ張ってくるって電圧とかで死ぬじゃん。下手したら。すごいよね、スラムのやつら。だってあれ、要は、あれでしょ、電線をさ、切ってさ、繋いじゃうんでしょ、電線を新たに。で、自分の家に電線引っ張ってくるってことでしょ。そう。だから、地球は俺本当に共有財産だし、あと旅をするとわかるんだけど、日本土地がないって言うけど、嘘なんだよね。田舎の方に行くとさ、腐るほど土地が余ってるんだよ。土地がないなんて絶対嘘なんだよ。都市に過密に密集してるだけであって、一部に、極端に。だから、街の設計を間違えただけっていうか、都市開発間違えただけなんだよね、ただ。東京に仕事が溢れちゃって、東京にこうギューってなっちゃってるっていうか。だから、マクドナルドとか見るとさ、豚の飼育場みたいな感じに見えるもんね、こんな狭いところでこうやってそば食うんだよ。この前立ち食いそば行ってびっくりしたよ。こうやってそば食うんだよ。本当に。こうやって。豚でしょ。豚。豚に餌与えてんじゃねえんだから。地元コネがないと買えない土地の風習。だから、本当に今、昼間、浅井さんとも話したんだけど、駐車場ぐらいのスペースを、東京からアクセスのいいところに、もう駐車場1個でいいから、買って、そこを、家を作りたいの、俺。自分たちの家を。シェアハウス。もう自由に遊んでくれって。で、募金箱置いといて。中に入れろと。金を。で、みんなで維持しようって。みんなの隠れ家作りたいね。飲食店じゃない。店じゃない。もう俺らのプライ、寝てもいいし、配信やってもいいし、みんなでパーティーやってもいいしっていう。で、募金で成り立たせようみたいな。そういうのはやりたいかな。おい、ユンちゃん花火ありがとう。感性豊かかな。だから今日初めて褒められたよね。浅井さんが今日なんて言ったかっていうと、世の中には2種類の人間がいると。浅井ゆき子だよ。世の中には2種類の人間がいる。これ、まあよくあるくだりじゃないですか。聞き慣れたフレーズですよ。世の中には2種類の人間がいる。もううんざりするぐらいさ、聞いてきたじゃん？俺ら、このくだりを。でもね、浅井ゆき子やっぱ天才だよね。浅井さんの世の中には2種類の人間がいる。選ばれと捨てられだって言ったの。すごくない？この感性。で、和道さんは選ばれだっていう。
で、私は捨てられをどうにかするんだって。捨てられは何やってもダメなんだと。選ばれは何やってもうまくいくんだって言うんだよ。この感性と、言葉のセンス。選ばれと捨てられ。天才だよね。天才。エアービンビってのがある。セフィ、お疲れ。いや、天才だよ。選ばれと捨てられってネーミングセンスすごくない？すごいよね。ね、俺今日、久々に行ったバーにこの話したら、バーのマスターメモってたからね。すごいっつって すごいっつってネタ書いてたもん。選ばれと捨てられねえ。いやー、浅井さんはすごいわ。本当に。でも、そうなんだよな。悲しいことに、そうなんだよな。選ばれと捨てられねえ。クソカスカウスは選ばれだよね。勝ち負けじゃない。そうそうそう。勝ち負けじゃないけど、もう究極の差別用語じゃん、これ。捨てられと選ばれって。これ神に捨てられたか、神に選ばれたかって話でしょ？でしょ？ラッキーサノバビッチ。サノバビッチってどういう意味なんだろう？クソ野郎とかそういう意味。ごいよな。世の中にはすごい感性を持った人がいるんだなってつくづく思ったよ。娼婦の息子だけどクソ野郎的で OK。サノバビッチって娼婦の息子って意味なんだ。おはよう、水木さん。ああ、もうおはようか。もうおはようか。はい、解放、お疲れ。なんか頑張ってるね。弁償太郎さんに可愛がってもらってんじゃん。ザ、そろそろ。アイテムタイムしてもいいですか？ 1 時間経つんで、もしよかったらアイテムください。よろしくお願いします。クリーンレディね、頑張ってるね。掃除無事終わったのか？いや、終わったっぽかったよ。終わったっぽかったね。ありがとう、クソカスカオス。ペンギンありがとう。ペンギンありがとう。解放ハートありがとう。ありがとうございます。水木さん、ありがとう、バーガー。ありがとうね。いや、でも世の中には。おお、ともさん、ハートありがとう。ありがとうね。いや、世の中にはすげえ感性持ってる人がいっぱいいるよ、本当に。すごい。ありがとう。風船ありがとう。
ありがとうございます。いやー、まったりやりましょう。まったりやろう。あー、チアーノはありがとう。ありがとう。パフェありがとう。このシステムもドキドキだよな。延長したいからアイテムくれって言ってもなかなかもらえないのを自分で味わったから。難しいのが、金ってさ、営業マンの頃にこれ教わって、その通りだなと思った言葉があるんだけど、金って理性じゃなくて感情で使うんだよって教わったの。和道が物を買う時って感情で物買ってるでしょって。うまそうとか、欲しいとか、ワクワクするとか。で、理性で考えれば考えるほど、買わない方がいいっていう結論になるの。そう、勢い。そう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 。感情とか勢いで買うから、ノリみたいなものが、ノリのいいやつが稼ぐんだよ。実は。そう。だから俺の理屈っぽい話は、課金に向かないんだ。だから、配信時間がやたら長いんだよ。俺の場合。感情のもの喋ってる時の方がさ、アイテム飛ぶんだよね。悲しいことに。そう。だから、酔っ払った勢いとかさ、って感じじゃん。おいよーとかさ、どやーって感じじゃん。お金を使う行為そのものが勢いだよ、全部。雑談はっていうか、飲んでてウェーイみたいな子の方がアイテム飛びやすいとは思うよ。理性的な話をしてるよりも、なんかぶん殴られるとかさ、なんつうんだろう、わちゃわちゃしてるっていうの。だから自分が、課金を、どうしてしたらしてもらえるのかっていう。音楽流すなんかまさにそこでしょ。ノリを作ってるわけじゃん。激しい音楽っていうのは。飲みは飛ぶよ。だって見てるリスナーも飲んでるんだもん。理性飛んでるんだもん。そう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 。だから祭りごとにいかにするのかっていうのは大事かもしれないよね。でも逆に理性でこれだけ投げてもらってんだからすげえよな。ゴールダンさんいらっしゃい。こんばんは。ああ、そうだ。すげえ。なんか、クソカスカオスさ、レゲエのバンドでさ、今日、バーで教えてもらったバンドなんだけど、全曲マリファナスだけの曲のバンド知ってる？で、サマーソニックとか出るらしいよ。すげえ良かったんだよな。レゲエで、マリファナの歌ばっかり。レゲエ。バンドなんだけど、レゲエバンドなんだけど。ね、CD 欲しいって久々思ったもんね。なんてバンドだっけな。なにわマンじゃなかったね。なんか、サマソに出るとか、なんかすげえ、なんか CD に値段書いてなくて、すげえジャケット綺麗なのに、なんかローカルでやってんのかな？
あれなんだっけな、すげえかっこよかったんだよね。タイマーズはものだけど、違う、最近のバンド。なんだっけ、あ、メモしときゃよかったな。ザイオンハイだっけな。いや、そんな名前じゃなかったような。曲とかがもうすげえかっこいいの。ブリ、炙りブリって曲か。ブリ、ちょっと待って、ブリ、炙りブリっていう曲があったね。ブリ、炙りブリっていう曲で。っていうようなタイトルの、ブリ、ああ、もう、Google に載ってないもんね。いや、すげえかっこよかったんだよね。ブリ、炙りブリ。曲。ブリ、炙りブリ。チャッカーズだ、チャッカーズ。チャッカーズっていうバンド。曲名が、ちゃっかりちゃっか。2曲目、ブリ、炙りブリ。3曲目、シケモクでごめんね。4、ガンジャガンジャ。5、5曲目、彼女が巻いてくれたりしたらもう最高だ。6、ブラウニーレディ。7、アカプルコゴールド。そう、チャッカーズって、この CD は欲しいと思って。すごかったよ。いや、音源もしっかりしてんのよ。2000円か、買おう、これ。ブリ、炙りブリ。ちゃっかりちゃっか、すごいよなこれ。あ、高円寺のバンドなんだ。あ、全部ネタなんだ。アカプルコゴールド、ブラウニーレディ。だからよくこんな堂々とやるやつら、これ大丈夫なんすかってオーナーに聞いたのよ。バーで流してて、知り合いに買わされたんだけど、結構いいんだよっつって流し始めたんだけど、もうやばいのよ。ちゃっかりちゃっかとか、ブリ炙りブリとか。え、これってマリファナのことっすよねっつって。いや、この人たちはもうマリファナのことしか歌ってないんだよっつって。え、まあ、ブリブリっすかっつって。いや、ブリブリなんだよっつって。大丈夫なんですかっつって。いや、アウトだよねっつって。今時こんなのいるんだっていうかさ、こんなすごいことやってる奴らいるんだと思って。なんかタイマーズでしょ、まさに。現代版。で、レゲエ聞かなくても多分ね、響くと思うよ。すげえ良かったもん。YouTube とかに音あんのかな？ないな。でも日本で普通にかかってる英語の曲、当たり前のようにマニファのこと歌う。あ、そうなんだ。へえ。例えば。でも、なんだろうな。だってさ、海外でマリファナ、例えばカナダとかってもう当たり前に吸ってるって聞いたの。カナダ人のハーフで。で、日本とカナダのハーフで、向こうとこっち行き来してて、両方国籍持ってるやつで。で、いや、スカイプで話したら、いや、今カナダでブリってんだよ、つって。え、大丈夫なの？そっち行って。いや、違法は違法だけど、公園でみんな警官と一緒に吸ってるよ、つって。で、日本で、中学生がタバコで補導される確率より捕まる確率はないって言ってて。え？って、それ大丈夫なの？つって、その国、つった。カナダはそんな感じだよって言われて。すげえな、カナダ。だってカナダって確か、改札で、切符を買わないんだよね。誰も買わないから。だから鉄道会社が赤字とか聞いたんだよね。ガチャガチャで買えるの？嘘でしょ？マリファナを？ガチャガチャでマリファナ手に入んの？すげえな。なんで、俺思うんだけど、なんタバコみたいなパッケージじゃなくて、なんでその手巻きなの？未だにマリファナは。もうさ、開き直ってさ、タバコみたいな感じでいいんじゃないの？細い。そう、合法の国はだよ。だから、キックソカスカオスとかってさ、アヤとかと、まあ、マリファナ談義をしたわけじゃん、この
それでブリ炙りブリを聞かされたらね、ああ、なんかまた俺はマリファナをやれと言われてるような気がして、パッツからグラインドして巻くのが美味しい。タバコもそうなのかな、そういうもんなのかな。風船プレゼントありがとう、ハムスさん。ハムスから配信する。ああ、いや、だから、そうなるんすかねっていう話。童貞を捨てないといけないのかなとは。オーバードーズみたいにはならないの。オーバードーズっていうか、そのバッドトリップっていうか。すげえ嫌なんだけど。その、うつ病の苦しさを知ってるから、俺は。あんな感じになりたくないんだよね。バッドトリップって要は、うつでしょ？ない？大丈夫？いや、来るべき時は。だってさ、そのマリファナを吸うシチュエーションとか覚醒剤をどこで買えばいいのかもわかんないもんね。あ、あのね、成田の店にポカライオっていうお店があったの。要はエスニックファッションとか売ってたりとか、なんかの吸引器を売ってるお店が成田の駅前にできたのよ。俺が中学生の時。で、俺は、その服を買いに行ってたのね。で、ライターとか、その吸引器っていうの？そう、こうやって吸うやつあるな。パイプっていうのか？パイプとか置いてて。で、なんか、いいのありますか？いいのありますね。って言ったの、俺、店員さんに。ブリブリのお姉、今考えるとブリブリのお姉ちゃんなんだけど、もう、コッコみたいにガリッガリに細くて、レゲエみたいなファッションしてるお姉ちゃんに、いいのいっぱいありますね。って言ったら、あ、今いいネタないんだよ。って返しが来たの。俺、ハテナマークで。いや、あ、そうですかって言ったけど、今考えると、俺が、多分そのお店の そのお店売ってたんだろうね。マリファナを。いいのいっぱいありますねってさ。いや、今いいネタないのっていう返しをして、俺はハテナマークだったんだけど、お姉さんのリアクションがなんか、俺のリアクションを見て、なんか警戒心とかいろいろ顔に出るじゃん。そう。で、俺はよくわかんなかったんだけど、今考えると完全にマリファナの話をしてたんだよね、あれ。だからあそこが、窓口になってたんだろうね、多分。成田のマリファナ。すぐ潰れたけど。すぐ摘発されたんだろう。どこで売ってるのかっていう。そう、どこで手に入れるのかっていう。何がどういう仕組みで手に入るのかよくわかんないよね。誰に電話したら買えるのか。だから俺はそのマリファナが手に入るのはポカライオしか知らないんだよ。もう今は亡き1年ぐらいで潰れちゃったポカライオっていう、その 成田の駅前にあったそのブリブリのお姉ちゃんがやってた店ね。ニューヨークの174ストリートに住んでる頃、商店でコーラくれって言ったら ああ、香ばしいね。す ってね。パケをね。おお、すげえ面白いな、それ。そんなにストレートなの？っていうね。それ、捕まるとかじゃなくて、もう警戒心ゼロね。ああ、面白いね、それはね。そっちの効果じゃねえよって。ああ、いいね。バカっぽい話だよね、本当にね。のね、だけどね、あのね、
依存性ないからって言うじゃん、みんな。マリファナ吸ってるやつ俺目でわかるんだよね。本人は気づいてないんだよ、それが。本人気づいてないけど、俺マリファナ吸ってるやつ、もしくはヘビーで吸ってたって今吸ってないやつ、絶対 100% 言い当てられるもん。今ネパールにいるけど空港の周りに生えてる。マジでまさかずさ、うん、本人自覚ないんだよ、マリファナ吸ってる人って。あのね、酒飲むと瞳孔が開くの。あのね、酒の入り方が違うんだよね、マリファナ吸ってる人って。これね、多分ね、本人は自覚症状ないのか、俺が洞察力がありすぎるのかわかんないけど、まあこの人あれだなって、もう絶対マリファナ好きだろうなって思ったら、もうやっぱりそうなんだよ、話聞くと。なんでわかったのって。いや、酒飲むとわかりますねって。あの、瞳孔がやたら開くんですよって。うん、何なんだろうね。で、酒の酔い方が普通じゃないんだよね。ネパール人めちゃめちゃ吸う。なんでこんな日本だけマリファナ厳しいんだろうな。その商店 YouTube にあるけど、裏で貼ってもいい。え、なに？その商店でコークが出てくるところってこと？え、それクソカスカウスがコークプリーズって言ったら、黒人から渡される V があるってこと？じゃないでしょ。それはもういいよ、別に。その商店は。いいよいいよ。まあさすがにその店、いや大丈夫よ、うん、おはようタンタン、おはどうございますって。新しい。店の前で車が燃えてるビデオ。まるで関係ない。それは多分クソカスカオスしか面白くないやつだよ。100人のリスナー全員面白くならないやつだよ。その V を面白く解説する自信が俺にはない。丁重にお断りします。俺今日さ、ふわっちの運営さんから、初めて、バンじゃないけど、怒られメールが来たのね。その内容がすごくて、和道さん、いつも放送ありがとうございます。何月何日に放映されました、放送におきまして、何時何分頃の動画につきましてなんですけれども、ワーナーエンターミュージック様より、クレームをいただいておりまして、やむなく削除させていただきました。あ、すいませんって普通に返して、
ワーナーエンターテインメントミュージックから直々に俺怒られたのと思って すげえなと思って、まあ、アンチとかその誰々さんの誹謗中傷でちょっと勘弁してもらえませんかだったらわかるけど、なかなかないじゃん。そのワーナーエンターテインメント様からちょっと控えていただきたいということでみたいな。いや、バンとかじゃなくて、まあ、削除していただくっていうことで、穏便に、みたいなさ。すげえなぁと思って。おはよう。ありがとうございます。なかなかな叱られ方をしたなぁと思って。なかなかな叱られ方だよね。フォローありがとうございます。と笑ったもんな。心当たりが全くないんだよ。 何の動画がバンになったのかよくわかんない。そろそろ寝ようかな。フリー素材でもいろいろ収益の一部取られるでしょうけど、そう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 。いろいろある。例えばそのジャスラックには登録してないけど、商標利用不可とかもあるんだよ。難しいんだよね、その辺の著作権で。宇多田ヒカルもなんかジャスラックの件について物申してたよね。学校で、ジャスラックはあんまり好きじゃない。っていうか、でもさ、その音楽って金と一番遠いところにあるもんじゃん、アートとかって。難しいよね、アートで商売するのは。映画、音楽、映像か、映像、音楽、絵、造形。きょんちゃんいらっしゃい。だから、なんかその管理する窓口みたいなのは俺は必要だと思うけど、ないとそのミュージシャンは飯食えないかんね。どうするのがいいんだろうね。アーティストに回収したお金がいくならいいけど、ジャスラックが儲けてるだけ。そうなの？ジャスラックが儲けてるだけなのかな。ジャスラックが儲けてるだけ。そう、あんまりその権利がどうなってるのかっていうのを知らないからあれなんだけど、ジャスラックが儲けてるだけなのそうなのかな。抑止力。でも CD があんだけバカみたいに売れてた時代っていうすごいよな、今考えると。CD ってだから綺麗だったよね。ハードとソフトっていう考え方が。情報を売るって難しいよ。だからその、物があったじゃん、CD っていうさ。ジャケットも、
要はこう手に物としてあったじゃん。でもよくよく考えたらさ、音を聞いてるわけだから情報を聞いてるんだよね。だからその、まあ、俺らもそうじゃん。俺らも情報なんだよ、これ売ってるので、金にするのやっぱまだまだ難しいんだよね。だからその一部のそのスポンサーっていうかさ、囲いとか支援者って呼ばれる人たちがボンってつかないと成り立たないっていう、綺麗な仕組みがないとやっぱ難しいよな。だ YouTube がその動画のクリエイターたちに金をまくっていうのはすげえ綺麗だと思うけどね。ね、広告費を取って、広告料を取って。いや、あのね、音楽産業って景気にめちゃめちゃ左右してるっていうかさ、要はね、日本がバカみたいに景気が良かったから、子供たちが小遣い持ってたわけじゃん。で、アルバム1枚3000円、4000円するわけでしょ？で、それを2枚、3枚って買ってるってことさ、中学生、高校生が2万円、3万円持ってるっていうのが当たり前だった時代なんだよ。だから、その、なんつうんだろう、バブルがあったからこその、なんか、その、そもそも音楽が、その億万長者になったりとか、とんでもなく稼げる産業だっていう構造自体が俺おかしいと思ってて。だからその、一時のものっていうの。っていうのかな。なんか仕組みがうまくいってないよね。そのインターネットが、まだまだ。もうインターネットがいろいろ普及してくるから、これからどんどんその辺かっちりしてくるんだろうけど、うまくいってるのって Google とさ、Amazon とかだけじゃない？でも、そのデータに金払うのが当たり前になってくると思うよ。今後。YouTube も最初広告すらなくて、ただで見れたわけじゃん。おかしいよね。おかしいよね、どう考えてもね。で、広告貼られるようになって。まあ、難しいよね。本当に。難しい。アドセンスは YouTube とは別の会社っていうよりも、Google アドセンスっていうサービスの。で、YouTube は別、Google の中でいっぱい結構枝分かれしてるサービスがいっぱいあって、一覧で見せた方が早いのかな。結構すごいことやってるよ、Google。みんな、まあ、情弱って言われてる人たちはあんまり使ってないかもしれないんだけど、ちょっと紹介しましょうか。例えば、俺が使ってる Google のサービスとかだと、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。いや、本当に Google 助かる。本当に助かる。マジで神ってるよ、Google は。ちょい待ち。Google がやってるサービス。ほいっと。こんな感じ。見えるよね。大丈夫だよね。で、まあ、簡単に言うと、その、ブログとかに貼ってる広告とかのサービスあるじゃん。あれがアドセンスとかなんだけど、そこの仕組みを使ってるかな。今、Google。その YouTube の広告。広告会社からお金をもらってるっていう感じ。見える？そう。Google Hangout は別の機能だったの。ライブは。ベータ版だったんだよね。今 YouTube ライブはハングアウトと独立した。だって Google 動画っていうサービスもあったんだもん。Google 動画っていう。で、まあ、なんか新しく始まってるね。友達と繋がろうって。シンプル。ビデオ通話。スカイプだね。スカイプ。で、検索。まあ、これ一番有名だよね。で、マップ。まあ、これ俺もヘビーで使ってるでしょ？で、翻訳もあるでしょ？で、Chrome でしょ？で、YouTube、Google Play Music、すげえな。で、Chromecast でしょ？これめちゃめちゃ便利だよ。で、まあ、サポート、Wi-Fi とかも出してんな。で、俺がすごいと思ってて、今、
Google、Gmail もね、シェアすごいよね。すげえな、こう考えると。これ。これ。本当にやばいっていうの、これ。Google フォト。このサービス知ってる？みんな。使ってる？ Google フォト。これ。Google カレンダーとかもあるけど、これもう無敵だよ、これ Google フォト。俺もう超ヘビーで使ってんの。これ使ってる人は手上げ、使ってない人は手下げで。知らないでしょ？これ、どういう機能かっていうと、この Google フォト。みんなの中に iPhone に写真撮るでしょ？で、消しちゃうじゃん。もしくはデータ紛失したらアウトじゃん。これ無制限。データ容量無制限で高画質の写真を永遠と保存できるの、この中に。やばくない？これマジで助かってる。Google フォト。要は、携帯の撮ったやつをクラウド。要は、Google に上げちゃうの。アップロードしていくの。で、検索もできるし、整理もできるし、要は画像保存できるから、もう数年前の、絶対さ、ブログとかにツイッターに上げても赤バンとか食らっちゃうじゃん。だけど、個人のやつとして使えるの。これマジで最強、Google フォト。俺もうこれヘビーに使ってる。要はバックアップに取ってあるんだよね、俺。もう一つやばいっていうのはこの二つ。これ知らない人はやばいよ。ドキュメントとスプレッドシート。要は、ワードとエクセルがもうクラウドでできるの。同時進行で同時編集できるのね。だから、極端な話、今会社で、トレンドが変わってきてて、ワードとエクセルあんじゃん。あれを開発した人を Google が引っこ抜いて、クラウドでやっちゃってんの、今。だから、複数人で共有しながら Excel とかを作れるのよ。で、アルゴリズムがちょっと違うのね。まあ、機能は全部、ワードも Excel も同じのが使えるんだけど、中の開発言語が違うらしくて、今これがね、エンジニアの新しい仕事になってる。スプレッドシートの新しい、プログラムの組み方とか。あと、パワーポイントはスライドっていうのになって、あと、Google ドライブだよね。これも、要は、Google ドライブの中にデータをどんどん保存できるんだけど、動画とか。でも、これは制限があったの。ただ、Google ドライブに写真を入れてたのを独立して、写真は無制限でこっちに入れてくださいって始まったのが、この Google フォトなのよ。Google やばいよ。世界中の写真データを網羅する気満々だからね。まあ、で、今度ビジネス系のやつで言うと、AdWords。これは、SEO 対策とかする人とか、自分のサイトが何万アクセスとか、もう必須のやつなんだけど。で、これは聞いたことあるよね。これが広告のやつね。AdSense。自分のウェブサイトに広告を掲載するだけで収益が得られる無料のサービスです。で、これが YouTube の広告料の。AdSense っていうのをさらに契約しないといけないの。YouTuber は。で、アナリティクスっていうのは解析。要は誰がどこで見て、リスナーは、年齢何歳で、どこの国籍で、この動画を見た後、どの動画を見てるとか、Twitter から飛んできたとか、全部追えるのね。そう。で、まあ、Google マイビジネスっていうのは自分のお店とかを Google マップとかに連携させたりとか、よく見るでしょ？ラーメン屋、星何個レビューとか。これを登録しないといけないとか。Google、やばいよ。仕掛けすぎだよ。こんだけサービスやってるからね。で、まあ、有名なのは YouTube。一般的に使われてるの。YouTube、Google マップ検索じゃん。キラーコンテンツ。あ、Gmail か、と。でもね、Google は追っておいた方がいいよ。今どんなサービスを Google が仕掛けてるか。配信で AdSense 入れられるところまだないね。AdSense、YouTube ライブできますよ。チャンネル登録者ってチャンネル公開してる人しかわかんないよね。わかんないです。はい。例えば、タカティンさんが非公開アカウントで僕の YouTube チャンネルフォローするじゃないですか。で、僕は公開してる人しか見れないんですよ。だから匿名、要は非公開設定で、タカティンさんが俺のチャンネル登録しても、フォロワーに名前が載らない。そう。バレないです。
そう、配信じゃ、俗に言う YouTuber が配信やったらもっとドカンといくけど、今、その配信で、例えば今、117人でしょ。で、パッてクリックすると広告が流れんの。動画をキャプってるみたいに。100人が見ても10円入るかどうかだぜ。で、動画流した瞬間に閲覧が20人とか減るわけでしょ。まあいい。広告はきついよな。生放送はやっぱ投げ銭が一番綺麗だと思うよ。動画の場合はさ、先に出すじゃん。先に動画を出させてく、ね、要はこれ見たかったら、広告見ろよっていうやり方だから。で、もうそれに慣れちゃってるから、YouTube 見る人は。そう、5秒待って飛ばすとかさ。慣れの問題だよな。極端な話、ここら辺に広告載せてくれてもありがたいんだけどね。まあなんかうまい仕組み、業者側が整えてくれないと、まあきついっすよ、僕らは。もう俺らじゃどうしようもないからね。プログラマーでもなければ経営者でもないから、配信者側からは言えることあるけど、こういう機能が欲しいっていうのは。あくまでその運営さんは金になるかならないかだけで判断しないといけないから。そのね、ユーザーを取れるのかとか。今、不安値ってどれくらいダウンロード数あるんだろう。公表してもらいたいよね。見れるのかな。トータルのアカウントのパイがどれくらいあるのか知りたいけどな、俺。あ、でも、俺らの強みはそこなんだよ。結局、名前が売れちゃってるわけじゃん。どんどん一人歩きするわけじゃん。例えば、横山緑、他のサイトでも、やっぱ閲覧集めると思うんだよ。固定のファンを。最初はグダグダ言われるよ。ニコ生を捨てたのかとかさ。でも、なんだかんだファンってついてくるから。だからそこは強みだよね。自分がテレビ局じゃないけど、プチテレビ局じゃないけど、タレントだよね、だから。だから、運営は怖いと思うよ。だって YouTube ライブって投げ銭100%じゃん。めちゃめちゃ怖いと思うよ、ふわっち。やばいよって。どうしようってなってるでしょ。YouTube に会員制の広告表示なしにプル。YouTube レッドって言って、月額1000円かな。YouTube レッド。で、YouTube レッドがそれがまた面白いんですよ。実は動画を売ることができるの。限定動画で。YouTube って。で、それチャンネル登録1000人からなんだけど、俺もそれ映画で販売しようと思ってんのね。一回この映画見るには100円とか、そう、有料動画っていうのを作っていきたいんだけど、チャンネル登録がまだ800人ぐらいだから、俺まだ仕掛けられてないんだけど、その YouTube レッドの場合は有料動画も無料で見れるとか、そういうなんか特権があるっていう。そう、1000円払えば、その映画とかも見れるとかさ。いいサービスだと思うよ。それこそね、YouTube の会員が全員1000円払うのが当たり前の仕組みになったら、映画見放題になるから、ユーザーとしてもいいし、映画作ってる側からしてもさ、永遠と権利で入ってくるわけだから。いいサービス。やっぱ Google は正解。ユーザーライクだよ。Google の理念っていうのが、ユーザーがどうやったら便利になるか、どうやったら社会が変わるかしか考えないっていう理念があるの。だから、シェア取り続ける。もう完全にユーザー側に立つっていうのを考えてやってるから。そう。仕方なくビジネスやってるみたいな。でもね、それはやっぱ王道だよね。今の、そのトップ走ってる経営の。540円で本来はだからニコ生それをやるべきなのに、こすいじゃん。540円を何回取らせるかっていうことを考えてて。画質を良くしたかったら540円とか古い考え方でしょ。で、さらに、有料見たかったら、さらに金払え、さらに金払えって。要は、パイがどんどん狭くなってくるよね。金持ちしか楽しめなくなってくるから、そうなると。俺がやろうと思ってんのは、映画を細かく切る。
要は第1話5分とか10分にして、で、1年間とか2年間かけると2時間の1本の映画になるっていうのを作って、最初の、奇数話だけ無料とか。で、偶数話を見たかったら有料とか、そういう風にやったら面白いかなって。で、まとめてみる2時間パッケージの、そう、ディレクターズカット版は100円払ってみてくださいとかさ。で、偶数は無料なんだけど、奇数の数字は、10円払うとかさ。そういう面白いビジネスになるんじゃないかなと。YouTube もあんま人が参入しすぎると、いや、人が参入しすぎるとじゃなくて、スマートフォンってほぼ日本人口ぐらい普及してるじゃないですか。で、多分ね、スマホの中に、YouTube のアプリ入れてない人の方が少ないと思うよ、俺。だから多分、日本だけでも、6000万ダウンロードか8000万ダウンロードぐらいあるはずなんだよ。YouTube のアプリ入れてない人いる？ちなみに。わかんないけど、俺、憶測で話してるからあれだけど。だから、あんま人が参入するっていうか、もう、パイは食い尽くしてると思うけどね。参入はもうこれ以上広げようっていう活動じゃなくて、もう広げきったから、だって日本で YouTube って名前知らない人いないでしょ？多分。だからもう、あとはどうやってそれを金に変えるかっていう段階に来てるわけじゃん。だから広告始めたりとか、YouTube レッドっていう有料サービス始めたりとか。で、俺、すごいと思ったのが、YouTube も何年も前からやってんだけど、3D、みんなが考えるこの 3D メガネかけて 3D ももちろんやってるし、カーソルをグッて変えると画面がグッて変わるの知ってる？ 3D で。そういうサービスももう4、5年前からあるのよ。言ってる意味わかる？カーソルをこうクリックするんだ。こうやってカチッて俺の画面クリックするでしょ？で、カチッてクリックするとグーって変わんの、カメラがグーって360度グーってできるの。っていうサービスとかもやってるし、4K もいち早くやってるでしょ？ GoPro は、GoPro はカメラ2台をくっつけて、こうやって撮るっていう手法だから、映像が2個ある。で、そのメガネとかでやる仕組みなんだけど、それじゃないんだよね。動画をリアルタイムで角度を変えられるっていう、360度視点でって。まあ、そんなクリエイターいるのかっていう話なんだけど、あと、何があったっけな、いろんなのあるんだよね。その特殊なカメラ、365度同時に撮れるカメラがあるのね。こう空中に向かって撮るんだけど。300、そういう特殊なカメラの動画とかもやってるっていう。だからもうテレビを殺す気満々なんだよね、Google が。すごいよ、本当に。F1 がサンフランシスコ、F1 がサンフランシスコ、それがストリートビュー。GoPro でやってるんだ。俺ね、カメラ GoPro じゃなくてね、ソニーのアクションカム買おうと思ってんだよね。GoPro なんか評判悪い。だからやっぱ、ここは日本人の誇りを忘れないためにソニー様を使おうかなと。風船1個だと僕には1円も入らないです。風船を10個投げて初めてお金になります。4個。4円になります。だから、できれば、まあ、風船1個でもありがたいんですよ。お気持ちなんで。ただ、10個単位でいただけると、すごく、やっぱ4円っていうお金になるんで、でかいんで、もしよかったら、10個単位で投げていただけると嬉しいです。順太郎さん、ペンギンありがとうございます。ありがとう。風船は5個。まあ、風船5個でもお金になるかな。5個だと2円になるかな。5個だと2円かな。そう、5個で2円。そう。なんか、10円じゃなかったっけな。5個かな。10円で4円って覚えてる。5円で入るの、5個で入るのかな。試してみようか。
誰かもしよかったら風船5個投げてもらってもいいですか？今912円持ってるんですよ。914円になるはずなんですね。誰か1人風船5個いただけないでしょうか？今95個で912円。これが914円になったら成功。要は5個でもお金になるっていう証明。風船何個で50ポイント？100個で40円。ありがとうございます。ありがとうございます。タカティンさんが今投げてくれたの5個。そしたら4円、2円入ったんで、5個でもお金になりました。ありがとうございます。5個でもお金になりました。5個で2円って覚えておいてください。僕に入ってくる収入は1個だとお金にはならないですね。純太郎さんフォローありがとう。喉治んねえな。そう、5個で2円って覚えとくといいですね。2円ってことは2ポイント。そう、なんかこの人の30分延長させてあげたいなと思ったら50ポイント必要なんで、5個で2ポイントだから、525。250個風船投げると、1回放送が延長できます。無料で。僕の負担なく。まあ、そうだよね。最初アイテムもらえない人は50円手出しきついよね。4時間枠で750円かかるからね。ありがとうございます。風船500個ありがとうございます。DJ 闇風呂さんおはよう。あざーす。500個だから、40円。ん ?40 円。風船4。5個で2円。4円。10個4円。40円。200円もらったのか、今。最近ようやく完走できるようになった。まあまあ、完走が全てじゃなくて、実を言うと、30分で面白いことやれるやつが最強だと思うけどね。コストパフォーマンスいいし。要は2時間、1時間半とか2時間ぐらいでバッて稼げるやつは俺強いやつだと思ってる。要は長くやって稼ぐっていうのが時間効率悪すぎて、最近だから配信時間短くしよう短くしようっていう運動をしてるね、俺は。その分そのインプットする時間とかプライベートの時間大事にできるから、うん。なるほど、なるほど。まあ、だからね、最初の頃の配信だったら、もし、延長するときお金かかるんで、一回50円かかるんで、もしよかったら支援してくださいって一言言うと、ね、リスナーさん、そう、リスナーさんも見たいって、枠またぐのめんどくさいっていうのあると思うから。だからね、俺的には運営が出すべきだと思ってる。運営が、運営テロップで、もう、この人延長するとき50円かかるんで、皆さんアイテム投げてくださいっていう時間を作るべきなんじゃないかなっていう。運営さんが告知。30分に1回、ここにコメントで、運営コメントで出すべきだと思ってる。やっぱね、配信者にそれ言わせるって下水よ。うん。枠切っちゃうと話の熱の流れがリセットされる。絶対なる。絶対なる。それが逆に休憩になったりするから、それをうまく利用するのも手なんだけど、ちょっと熱くなりすぎてるとか、ちょっとアンチが多いとかさ、いろんな理由があって、一回リセットした方がいいなって思う人とかもいるから、それをうまく使ってね、機能を。でも運営さんがそういう風に促してくれたらすごいいいんだけどな。30分で枠が閉じちゃいますので、もしよかったら皆さんアイテムして応援しようとかさ、いわば広告だよね。そうそうそう、提案っていう形でね。説明が下手な人だと小好きって言われちゃうからさ、かわいそうな。まあまあまあ、小好きなのかな、どうなんだろう。
まあでも、ね、100人、200人、300人とか、多い人だと1000人とかを同時に楽しませてるわけだからさ。まあまあ、そういう人は全然稼げていいと思うけどね。1000人を4時間楽しませるって相当すごいからね。化け物だからね、普通に考えて。1日トータルすると1万人ぐらいが見るんですよ。ねえ。まあ、ああまあ、俺は食えてるもんな。YouTuber と配信者の違いってあると思います？根本的に違うと思ってて、配信者は、舞台の人って感じなんですよ。生。ライブって言うじゃないですか。だから、即興芸をやってる感覚とか、ミュージシャンで言うと、本当に生演奏をやってる感覚に近くて。で、じゃあミュージシャン例えようか。生演奏のライブ、桜島ライブみたいなのが、俺ら。で、音源って言って CD とかミュージックビデオっていうのあるじゃないですか。編集をして、セットを組んで、で、企画を考えてって、こういう構成で撮りたいとか。だからそういう編集能力とか、そのかっちり尺の中で何かをやるっていうのが YouTuber って感じかな。だから、根本的に違う。っていうか、もちろん両方とも器用にこなすタイプはいるんだけど、だから YouTuber の人って実は生放送やると全然喋れなかったりする。で、俺らは対話が上手いっていうか、向こうの人たちは自分たちで表現しきるのが上手いの。その5分間その楽しませまくれるっていうか。でも俺らの場合っていうのは、来る人のリアクションによってトークを変えないといけないから、アドリブ力がめちゃめちゃ必要なんですよ。その、トツもかかってくるし、アンチコメントもあるし、囲いコメントもあるし、いろんなものを要求される。だから、まあ、喋りの本質的な、うまさで言ったら、俺らは負けないと思う。本当にフリートークさせたり、居酒屋とかで面白い話してっつってもできるタイプ。YouTuber の人はそうじゃなくて、どちらかっていうと、その、もっと、なんて言うんだろうな、その、構成作家とか、編集者とか、プラス演者っていう要素って感じ。そう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 、生に慣れてないから。だから実はコメントさばかなかったりするんだよね。YouTuber が放送やると。コメントさばくっていうことに全く慣れてないから。だから垂れ流すっていうスタイルが多いよね。だからもうそれはどっちが強いとかどっちが悪いとかじゃなくて、そういう役割分担だと思ってる。YouTuber の配信はめったに楽しいものがない。知名度があるから閲覧は多いけど、内容はつまらん。コピーライティングがうまいって感じかな。タイトルとか釣りとか、釣りサムネってあれコピーライティングじゃん。今、YouTuber ってコピーライティングうまいやつが今勝ってるってイメージだ。だけどこれから変わってくるよ。俺、ヒカキンがトップで居続けるとは思ってなくて。だから、はじめしゃちょーがヒカキンの座を奪ったでしょ。あれはね、単純に顔がいいからなんだよね。っていうように、どん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 、もっともっと磨かれ、戦国時代に入ると思うよ、YouTube は。多いよね、結構ね、ツイキャスとかニコ生とか。まあ、柴田とかも。でもやっぱり、その YouTube での実績の方がでかいもんね、柴田は。そうそうそう。だけど、それは俺らが慣れてるだけであって、逆に編集したら、例えば関慎吾さんの動画とかって、もう編集がひどいわけよ。関慎吾さんめちゃめちゃ面白いわけじゃん。だけど、コメントのいじりがあって面白いっていうのが初めてわかるよね、やっぱり。ゆきさんおはよう。風船10個ありがとう。シナリオ書くっていうかね、編集がうまいんだよ。パッパッパッって動くんだよね。タンタタン、タンタンタンみたいなリズムがすごいの。要は、テレビとかでは絶対やらないような、むちゃくちゃなカットっていうか、むちゃくちゃな編集で、俺 YouTuber やってたからわかるんだけど、5分の動画を20時間ぐらい編集するの。要は、2時間の尺をパッパパッ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 って切り替えるから、一瞬、その、1日の出来事を5分に詰め込んでる感じなのよ、あいつら。だからね、すごい特殊な編集技術っていうか、起承転結とかにこだわってないんだよね、逆に。そう。
京一郎はまあ才能あるよな。あれはキャラ受けがいいからっていうのはあるよ。ビジュアル毒っていうのはあると思う。人柄と。編集めちゃめちゃ大変っすよ。はい、舞ちゃんおはよう。風船10個ありがとう。めちゃめちゃめんどくさいよね。ただ、動画の強いところって何かっていうと、一回作ったら、ほぼ半永久的にずっと広告料入ってくるんですよ。動画が再生され続ける限り。俺らっていうのは、一回面白いことやってくださいって言って初めてアイテム投げられるわけよ。でしょ？常にゼロの可能性を含んでるまま、体当たりで笑いを取りに行くとか楽しませに行くんですよ。すっごい難しいよ、だから。だけど、YouTuber の場合は数、手数をボンボン出していて、蓄積されていて、過去の動画もずっと再生され続けるわけですよ。ファンがいる限り。極端な話、超面白い映像を作ったらさ、100年後でも再生されると思うよ。それの料金入ってくるんだもんね。それは羨ましいよね。俺がだいたい今月3万円ぐらいかな？ YouTube の収入が。で、放送って波があるじゃん、収入に。YouTube 増え続けるの。ガクンって減らないのよ。やっぱり。要は、何千本って上げていく、何百本って上げていくわけじゃん。蓄積でずっと再生されるから、ぐーって、最初500円、200円、300円、1000円、1500円、1300円とか、もう、ちょっとのラグでぐーってどんどん上がって、今、毎月3万円ぐらいかな。こっちは家賃払ってパーティーしてるようなもの。まあまあまあ。まあ、だから、その YouTube もチャンネル登録ぜひしてくださいっていうのはそこなんですよね。なるべく頑張るんでっていう。お願いしますっていからもう、ユーチューバーもそうだし、配信者もそうなんだけど、これで飯を食って食って腹をくくるんだったら、もう後先考えず、やっぱ有名になることを目指すべきだよね。あとファンを作ることを。そういう意味で、メグウィンとか、食いはごりはなさそう。メグウィンは俺相当評価してて、俺好きなユーチューバーメグウィンと、あ、好きっていうかその、笑ったりしないよ、別に。でもこいつすげえ頭いいし、やりたいことやってんなと思ったら、めぐみんと瀬戸康史だね。この二人。すげえ。逆に柴田もすげえと思うのは、柴田配信者上がりだから、カットしないんだよね。あれ、配信のスタイルでガチャガチャって、はい、どうもー、つって5分間喋って、はい、さよならー、つって。すげえこいつと思って。普通5分に命がけで編集入れんのに、配信者上がりだからキャラ勝負で言ってるんだよね。5分間フリートークでガチャガチャってやって。すげえなと思って。柴田はだから、あんまり時間かけずに稼いでますよ。柴田はすごい。ただまあ、内容が面白いかどうかっていうか、そう、5分間喋って終わりなんだもん。ビデオ日記だよ。すごいよなぁ。まあね、そうそうそう。そう、特に、要は生の出身だからそれができてるっていう。そう。だからその生のいいところと YouTube のいいところを両方やってるハイブリッドなんだよね。要は本当にトークとキャラ作るの上手かったら編集いらないでしょっていう事例を出しちゃったっていう。瀬戸康史はまあ編集のプロっていうか YouTuber の全てのセオリーを作った男だからね。サムネイルに文字入れるとか、サムネイルに力入れる、タイトルに力入れる、5分の尺にする。これ全部し、瀬戸康史だからね、日本に持ってきたのは。いやー。でもまあ、でもね、たまに思われるのが、配信者も YouTuber も素人芸だと思われるんだよ。素人が遊んでたら金入ったと思ってるバカがいるの。そういう風に見せてるのも事実なんだけど、YouTuber たちが。
あのね、やっぱね、売れてる YouTuber、売れてる配信者、全員めちゃめちゃ努力してて、やっぱね、割に合わないぐらい働いてるんだよ。だからね、金稼いでるやつを舐めない方がいいよ。ここの枠は大人だから、そうだよねって言ってくれるんだよ。だガキどもだとわかんないんじゃん。俺も喋る、俺の方が面白いよってなっちゃうわけよ。頭パッパラパーのやつとかさ。やっぱね、稼ぐやつは血眼になってマーケティングやってますよ。編集にもネタ作りにも命がけだし。でもそのスタイルが選べるのがいいよね。自由じゃん。キャンパスは真っ白なわけだから、そこに音と映像を組み込めるんだもんね。そう、ガキとじいさん、あ、じいさんは結構ね、俺ね、最近のじいさんはやっぱ賢いよ。最近のじいさんすごい。俺、最近の60代をすげえ結構好きよ。70超えるのももうダメだけどね、老害の域に入るけど、60代若い。柔軟、意外と。ビジネスバリッバリやってきた世代だから。話早いし、結構合理的に動くから。YouTuber で金稼ぐのは至難の技だからね。まあ、ほんの一握りっすよ。ほんの一握り。だってさ、やっと50万再生だもんね、俺。企業案件の収入はでかいっすよ。だってそれはさ、テレビ業界もそうじゃん。どっかの大手企業の CM 撮るだけで8000万とか2億とか行くわけでしょ。やっぱ、企業のタイアップはでかいっすよ。そこにまあ、肖像権全部ね、放棄するようなもんだけど。勝手にテレホンカードにされ。テレホンカードって。勝手にグッズにされ。勝手に広告貼られるっていう、全部含めての、あれだからね。自分のキャラクターそのものを会社に譲渡するようなもんだから。年契約で。でも、いつか、どっかの、そのね、看板背負ったらかっこいいよね。ここにレッドブルのマークつけたいもんね。ここにレッドブルのマークつけて配信やるようになったらめちゃめちゃなんかかっこいいもんね。モンスターエナジーもいいね。モンスターエナジーとかさ、すごくない？そういうね、時代来ないかね。そろそろ俺アメリカンスピリットからね、ちょっといつもありがとうございます。美味しくタバコを吸っていただいてってね。ちょっとギャランティーの方はお支払いできないんですけれども、1年分タバコ毎年差し上げますのでぐらいのサービスはしてくれてもいいんじゃないの？ どうですか？アメリカンスピリットさん。見てますか？見てないでしょうね。頑張ります。いや、宣伝してるんだよ。全部。画面に映ってるもん全部宣伝してるようなもんだよ。本当に。ステマの相場がチャンネル登録かける1.5って柴田が言ってた。まあ、妥当だよね。妥当だと思う。チャンネル登録はちょっと YouTuber 側が吹っかけてるけど、再生数かける1.5は妥当だと思うよ。1万再生いったら1万5千払います。10万再生いったら15万払います。100万再生いったら150万払います。妥当だよね。1000万再生いったら、1500万払います。まあ妥当だよね。だってテレビのギャラと変わんないもんね。むしろテレビより安く済むよね。1500人に告知打って。1500万で済むんなら。でも、だからだからこそ最近、タレントイメージじゃないけど、ワドっていうキャラクターイメージはすごい磨くようにしてるけどね。登録者はちょっと汚いっていうか、全員が見るわけじゃないじゃん。だからそこは、吹っかけてるんだろうね。YouTuber 側が強気なんだろうね、今。再生数かける1.5が俺は妥当だと思ってるよ。登録者っつったらさ、だって、ヒカキンなんか100万人ぐらい、300万人ぐらいいんのかな？
YouTube の広告単価下がる。もうそれね、YouTuber じゃない人の意見。どうなんだろう。タッカーティンさんが YouTuber かどうか知らないんだけど、単価下がってないです。っていうかね、単価の、広告の単価の比率が変わったの。要は、ダメな YouTuber っているの。もうくだらなくてつまんなくて5分とか。もう、なんつうんだろう。質の悪い YouTuber が0.01まで下がってるけど、俺、ちょっと見てみようか。俺の平均出してみようか。俺、結構高いよ、単価。これね、配信者が有利なんだけど、1個の動画が4時間とかのアーカイブ上げてるから、広告が30分おきに入るから、1再生につき広告3、4回見るからなんだけど、単価どれくらいだろう。俺は0.15ぐらいありそうだけどね。多分。ちょっと待って。俺の単価は、再生数はこれ、ちょっと待ってね。1、10、100、1000万、10万。ちょっと待ってね。どう割ればいいんだ？ちょっと待ってね。今、日本円で計算するから。為替があるからさ。いや、それはダメな動画。要はね、ダメな動画の人はどんどん下がってる。俺は単価上がってる。むしろ。ちょっと待ってね。ジャパンだ、ちょっと待ってね。こんなにもらってんだ、俺。日数を、1ヶ月間にするよ。過去30日間にしよう。そうすると、日本円。なるほど。ごめんね、ニヤニヤしちゃって。ごめんね。ごめんね、ニヤニヤして。今、単価出すからね。ニヤニヤが止まんないんだよね。0.17。0.176だね。高いでしょ、単価。そう。長い動画だと広告が増えるから。そう。あと、長い動画の広告っていうのは見てもらう確率、スキップされる確率が低いのね。なんでかっつうと、作業枠で垂れ流してるから、広告最後までほったらかしてくれるの、2分間とか。だから単価率がガンって跳ね上がるの。だから、俺の場合は0.17だよ。でも、俺らの有利なところって、生放送でお金を稼いで、ね、その遺産みたいなもので、ね、ずっと稼げるわけだから、ありがたいよ。0.17だね。だから10回見てくれて1.7円か。100回見てくれて17円。なかなかいないでしょ。高いでしょ。だから人によるって感じ。だから5分で切るっていうのが無理があったんだよ。だって CM を見せられてんだよ。なんで俺気づかないんだろうと思ったもん。あれ YouTuber がやってんのって番組じゃないもん。CM だもん。あれ、何一つ、だってうまいとか言ってるだけなんだよ。これとか言ってる。このタバコ、すごくうまいとか言ってるだけなんだよ。意味がわからないじゃん。そんなの大人見ないじゃん。だからこれが、ちゃんとやってるところがちゃんと買ってるようになるっていう Google のいいところなんだよ。要は、クリエイターの質を上がんないとっていうのをお金で強制的にやっていくの。ワドさんはマンスリーにも入ってますが、あのマンスリーランキングの横にあるポイントも収益なんですよね。厳密に言うと違くて、マンスリーランキングに入ってるポイントは収益ではなくてポイントなんですよ。だからよくさ、ウォルダンさんさ、ペンギンを投げてもらうと、ごめんなさい。アイテム個人の忘れてた。ちょっとみんな、今日全然稼げてないからアイテムください。1時間に1回アイテムタイムやってます。2分間音楽流すんでアイテムください。お願いします。風船1個でも構わないんでお気持ちいただけると嬉しいです。1時間に1回、小突きをしてます。よろしくお願いします。クソカスカウスさん、ペンギンプレゼントありがとう。ありがとうございます。
まいちゃん、風船5個プレゼントありがとう。ありがとうございます。まいちゃん、風船5個ありがとう。いつもありがとうね。ゆうきさん、風船5個ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。アイテムありがとうございます。じゃあトークに戻ります。ふわっちのマンスリーポイントのランキングは、情報量、ありがとうございます。チンアナゴありがとうございます。簡単に言うとね、あの数よりも少ないと思ってください。あれが月収そのまんまではない。例えばさ、限定アイテムはポイントボーナスがつきますよとか読んだことない？ポイント買うときに。ポイントの購入ページを見るとわかるんだけど、要は普通の花火よりも大花火、この期間限定のやつを買って期間限定の期間に投げると、普段よりもポイント多くなりますよと書いてあるはずなの。要は、マンスリーランキングっていうのは、現金で俺らがもらえる収入じゃなくて、マンスリーランキングを競うポイントなの。だから、その限定アイテムとか投げまくられてる配信者は、要は見入りが少ないんだよね。表面上に見えてるマンスリーよりも絶対的に全員少ないの。ただ、過疎生主の場合って限定アイテムとかじゃなくて普通の細かいアイテムが投げられてる可能性があるからズレが少ないのよ。どれくらいって言えばいいのかな。人によるけど、ちょっと待ってね。収入でしょ？俺がマンスリーポイントいくつだ？ 76。ちょっと待って、76、716。まあ、ご想像にお任せします。あんまり僕の収入バレたくないんで、ご想像にお任せします。人によります。はい。いや、ねえ、あんまりねえ、なんか嫌だから、金の話って。8割くらいだった、おじで。おー、マッサーいらっしゃい。いや、いいじゃん。稼げる人は稼げる。稼げない人は稼げない。それだけです。まあ、あそこに書いてあるポイントより少ないと思ってくれていいっすよ。あれだけ見てると300万収入あるだって。ああ、あるんだってね。リスナーさんはそう思うだろうね。俺らはだけど、今誰がどれくらい稼いでるか全部計算方式持ってるんで、あ、この人手取りどれくらいだなって質問すると、やっぱりわかるよねって。配信者はみんなわかってんの。全員の収入。ふわっちだけのはね。みんなわかってる。うん。あとは、ほら、T シャツを販売したり、ステッカー販売とかしてるから、そういうのは聞かないとわかんないけどね。うん。だからトップの人なんか相当稼いでますよね。うん。あー、やば。あー、やばいね。クラインやば。どんだけ稼ぐんだよ。テルチャンピンがこの前コメントで書いたけど、俺200万超えたって言ってた。ふわっちの収入200万超えたって。自慢をされた。うぜーと思って。うぜーと思ったけど。ワード200万超えたわーって言われた。うぜー。ああ、顔出しもしないっていうか、あれはうまいよ、やっぱり。そのイケメンっていうか、女の子は妄想でほら性欲を駆り立てるっつうかさ。だって俺、
顔見たことあるんだよ、何人も、あんなの。めちゃめちゃ気持ち悪いから、あいつら。テルチャンピンは200超えたって、一昨日言ってたから、テルチャンピンが何位か見てこっち見ればいい。で、ポイント数見てみなよ。そうすると大体計算方式できる。まあね、稼げるってことはそっちが正解でもあるんじゃないの。俺はなんかその楽しいことをやって稼ぎたいって思ってる派だから、キャスバーでキャスバーでとかさ、だからまあ閲覧数が多いイコール収入じゃないっていうのは悲しいよな。もうちょっとリスワンとか頑張って毎、もう俺何ヶ月撮ってる？俺リスワングランプリ何回撮ってんだよ。だってさ、この中で閲覧数1位の月？月1回閲覧数1位を撮り続けてもう9ヶ月ぐらい経つんだぜ。それで9万円だぜ。もうそろそろ儲かってきてるんだからさ、リスワン3万ぐらいに増やしてほしいよ、ちょっと。まあ、過疎のさ、ふわっちゃがまだ出来たての頃だったら1万でいいけどさ、今バンバン儲けてるわけじゃん。ちょっと還元してくださいよ、運営さん。頼みますよ。5万とは言わない。10万とも言わない。ただ、リスワンは今3万円ぐらい余裕で上げていいと思うよ。で、2位、3位にも上げるべきだと思う。3位のやつに1万円とかさ。ありがとう !DJ やみまおろさんありがとう、風船500ありがとう、あざす。大手配信者の9割が声汚いけど、和道さんは実はイケボなんですよね。あーいや、声すごい下手だったけど、強制的に変えた。イケボ配信者って上手いんだよ。こうやってやってんの。こうやって。マイクをすごく、近くするとね、声が、低音の声が聞き取りやすいの。だから、映像をさ、わかるでしょ？雰囲気出るでしょ？これカメラ切ってさ、ゆずちゃん、いつもコメントありがとねって。こうやってやってるでしょ？これを映像をつけると、錯覚すんのよ。だから、やたら鼻息が荒いっていうか、バホ、バホっていうでしょ？こう、バホ。でこの音がするっていうのはマイクが近くて男の低音の声を聞かせるっていう、そういう技法を使ってるんだよね彼らは。そうそうそう、声汚いっていうかね、整数字倍音とか言うんだけど、声がガラガラの方がね実は聞き心地が良かったりするんだよ。美空ひばりが売れた理由とか宇多田ヒカルが売れた理由がそこにあるから、ね、声は荒れてる方が人は心地いいって感じる。おい、キャッチアップ、おはよう。F 分の1の揺らぎね。うん。うなちゃんマンはだから、おい、俺のよ、な、おいちゃんの、ああ、な、うん、ゲルゲ。部長、あ、ゲビー。これは完全に F 分の揺らぎ使ってる。使ってるっていうか、地声がいいんだよ。声汚いダミ声って言われてるけど、めちゃめちゃいい声だから、あれ。天性だよ。
サザンの桑田さんはちょっと違う、うん、まあでもそうだね、あの整数字倍音、倍音だね、要はざわざわざわ、要はリコーダーと尺八の違いの、俺はリコーダー系のピーって単音が出る音、アナウンサーとかに向いてる声なのね。要は情報を的確に届けるときに有利なんだけど、抑揚とかその安らぎとか、なんか自然界にあるその木のざわざわざわとかいう音に近いのが尺八の音なんだけど、バオーボーっていう音だから、あ、あ、い、あ、う、誰のモノマネできた、うん、光くんとか3倍目光とか、うん、そうそうそう、うなちゃんマンはそのある程度その喉の震わせ方っていうか出してるこの辺で鳴らしてるんだよね音、うん、倍音、倍音ハーモニクスなんだけど、その綺麗に出すハーモニクスの倍音、要はギター的なあの倍音とは違う、あのギターの倍音ってピーって綺麗に出るでしょ、高い音が倍音出るでしょ、そういうハーモニクス的な倍音じゃなくてザワ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 って言って、もうメインのこうカーってタって音に対してダーってこう、このメインの音に対してザワザワ音を入れる、尺八ってそうじゃん、ふーふーって、要は雑音を入れる技法があるのね。 それをやると、あ、あ、おい、お、な、おい、いいだろう、お、出よう、おい、この野郎ってなる、オーバートーン、うん、そういう感じ。でも自然界の、自然界にある音だから実は人間としては聞きやすい音だ、うん、はい、おはようマックイーン、ワダツー、やべえな今日2時間配信して花火1個とか初めてかもしんねえ。何なんだろう、給料日前ですか皆さん。ちょっと厳しいね。人間としては聞きやすい声だけど、人としては、いや、あのね、田中角栄がそれをうまく使ったって言われてて、あの、なんて言えばいいのかな、田中角栄はそのきついことを言ってもそれがマイルドになるっていう特性があるのよ。で、俺の声で同じことを言うとトーンが強すぎるからきつく聞こえるの。だからバカっていうのと、バカ、あ、ちょっと待って、バカ、あ、じゃあ俺の声で言うと、おい、バカっていうのと、おい、バカ、どっちが嫌だ、おい、バカっていうのと、おい、バカ、これ不思議でしょ？言葉のニュアンスが変わるんだよ。だからきついことを言っても実は聞きやすくなるっていう。で、俺の場合は言葉を慎重に選ばないと、その嫌な感じになる、嫌な感じっていうか性格悪く聞き、なりやすくなるっていうか。だから言葉選びはすごい慎重にやってるっていうか。うん。不思議でしょ？うん。おい、てめえ、ブスこの野郎っていうのと、おい、てめえ、ブス、この野郎。全然違うでしょ？うん。そう。なんか許せるでしょ？うなちゃんマンの声でやると。うん。あ、社長、要はね、あの、人が集まりやすい声っていうか、人に親しまれやすい声なの。ダミ声っていうのは。いいんだよ。いい声なんだよ。そう。解放の時にきつく感じるんだよ。だからすごい慎重に言葉を選ばないと、俺の場合はそのなんつうんだろう、きつく聞こえやすいっていうか。あ、ゆずちゃん、花火ありがとう、ケビ、うん、そう、そういうのはあるかな、
うなちゃんまん、関東、うん、ああ、関西のアホと。うん、まあ、ね、うん、たまに冷たく感じる。そう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 。冷たく、それはね、だから、だいぶ意識してやってる。特にニコ生の頃なんかだからすごい誤解されてるなと思ってたけど、要は喋り方でそういうのって印象って変えられるんですよ。うん、そう、すごいドライに聞こえるんだよね。だけど、淡々と聞くには向いてる声かもしれない。逆に武器は武器なんだよ。特性が違うだけで。逆に言ったら情報が入りやすい声だから、うまく使っていかないと、これ神様からもらったもんだからさ。だって昔は、俺本当にびっくりするのが、和道さんの声好きって、コメント欄でよく見るでしょ、最近。和道さんの声で寝てるとか、眠くなるとか。これ、すごい訓練したんだよ。自分の中で。このバックで流してる BGM とかも、なんでこの BGM 選んだかっていうと、俺、すっごい早口で、すごいきつく聞こえるから、ゆっくり喋るようにしようっていう、心がけて。だから、これ BPM って言って、音楽のリズムなんだけど、ゆっくりした曲。で、例えばさ、この曲流しながら怒れないじゃん。なかなか。自分が落ち着いて喋るようにとか。あと、自分がハイトーンの声なのね。楽器で言うとギターとかリコーダーとかに近い声質だから、だから、ギターとかが入ってないベースの音なの。ベースとドラムの音でしょ、これ。そうすると合うようにっていう。楽器的にっていうか。そういう風にはやってるかな、一応。なんか昔なんか声、喋り方下手とか声がダメってよく言われてたよ。考えてるっつうか、まあ、体で覚えていったに近いかもしれない。今はその過去の経験談を振り返って体系的に話してるから考えてやってるように聞こえるけれども、4年間かけてなんで俺の声ダメって言われるんだろうとか、そのおはよう、なんでその聞き取りづらいとか言われるんだろうっていう、もうちょいゆっくり喋ってってなんで言われるんだろうっていうのをこう何年もかけてやってきたことを一瞬で話してるから多分そう聞こえるだけだと思う。考えてるっていうよりも失敗してきたに近いんじゃないかな。うん、あとはその感情をなるべく入れないで話すっていうのは心がけてるかな。おはよう、ドテチン、おはよう。さっきもさ、特に怒ってる感情って、俺の場合、冷たいとかドライとか冷酷に鋭く刺さっちゃうから、怒る感情をなるべく出さないように出さないようにっていうのは、心がけてる。普段の放送で。喧嘩突、攻撃に回らないよね。喧嘩突で負けること俺ないもん。喧嘩突自分からかけたことはほとんどないの。ほとんどない。だけどね、俺に口で勝てるやついないよ。一人だけいたの。ニコ生の時に。もう完全論破されたことは一回だけあるんだけど、まあ無理よ。俺のこと論破すんのは。多分もう今後現れないと思う。言語性の瞬発力が高いから、人の上げ足取るのめちゃめちゃうまいのよ、俺。いや、めっちゃマシンガン、あれはとどめのところだけ動画に残ってるから、それで、あれが有名になってるかもしれないけど、淡々と殺していって、最後とどめさす感じだもん。無理だと思うよ。論理で俺を言いまかそうっていうのは。
感情的に怒る人をどう思う？怒る人はみんな感情的ですから。怒る人っていうのが感情的になってる人なんですよ。だから、冷徹に怒る人って多分いないと思うのよ。でも、それが、冷徹に怒るっていうか、それができる人って叱れる人なんだよ。うん。怒るじゃなくて叱るに変わるんだよね。うん。要は、相手が変わるまで、諭すっていうのかな。ああまあ、人間誰しも感情的になると思うよ。うん。まあでも、幼いってことじゃん。人間として成熟してないところ、未熟な部分だから、あんまり怒ってるのは見たくもないし、怒りたくないっていうのは俺の考えだけどね。フリースタイルラッパー、いや、俺、無理よ。あれはもうほんと、あれね、日本人のフリースタイルラッパーとか見てると、俺ね、焦点が一番近いと思ってて、あのね、そういう思考の瞬発力とストック、語彙のストックと、要はフリースタイルに見せてるけど、あれ、要は自分のストックじゃん、いんの。それを瞬発的にリズムに乗って出せるかじゃん。あれはすごいなと思うけどね、フリースタイルダンジョンとか見てて。俺は韻が踏めないからね。無理。上げ足取れるやつは強いよ。あのね、喧嘩突やってて思うのが、喧嘩突の人って、喧嘩突の人っていうか、ほとんどの配信者って、自分が何を言ってるのかを分かってないで喋ってる人って結構いるんですよ。あー、青空さんいらっしゃい。ドレさんのことね。和道さんもドレさんも両方とも好きなんだ。仲直りはできませんか？一番辛い質問だな。ありがたい。まず俺が青空さんに言いたいのはありがとうだね。でも、俺も好き、ドレさんも好き。で、嬉しいんですよ。喧嘩してても両方とも好きなんだって。でもね、俺が、ドレさんと俺の絡みが好きかどうかだと思ってるんですよ。ドレさんと俺の絡みが。っていうわけじゃないでしょ。俺もピンでやるタイプの配信者だし、ドレさんもピンでやるタイプの配信者じゃないですか。だから、俺は別にドレさんのことをもうとやかく言うつもりもあんまりないし、で、正直本当に嫌いなんですよ。本当に怒ってるって言った方が正しいかな。っていうのも、なまじ俺は尊敬してた部分があるから、なおさら。今回起こったことに関しては、正直俺もう本当にげんなりするぐらい嫌になってるんで、俺はドレさんと腹割って話して、ドレさんが本当に腹割って本当のこと言うまで俺は正直付き合いたくないっていうのが俺の気持ちなんですよ。で、まあ、俺の放送は俺の放送、ドレさんの放送はドレさんの放送で楽しんでもらいたいかな。ごめんね。俺もドレさんが好きだったから、気持ちわかるの。だけど、ちょっとやってることと言ってることが違いすぎるし、ちょっとなんか、俺、嫌なんだよ。数字とか金とかで態度を変える人、大嫌いなの。数字と金で生き方が変わっちゃう人苦手なんだよ。生き方が変わるだけじゃなくて、やってること絶対間違ってると思ってるから。で、それは、俺、本当に半年後を見ててほしい。言ってる通りになると思うから。だから、応援してください、青空さん。もしよかったら。末長く見て。縁があったら仲良くなったりさ、すると思うから。そんな感じです。ありがとうね。配信者同士は難しいな。個性のぶつかり合いだからな。
だし無理に慣れ合うっていうこと、そのビジネス的に慣れ合うっていうことの方が俺はリスナーさんに対する冒涜だと思ってるんだよ。そのなんていうの、嫌いな人に本当は心の底で嫌いなんだけど、リスナーさんとのあれで好きなふりをするっていうことはリスナーさんを騙す行為だから、うん、俺はそれはしたくないかな。それだったら仕事になっちゃうから、うん、本当に楽しんでできなくなっちゃうからさ、あ、でも気持ちは嬉しいね。その青空さんが、その仲良くできないのかなっていう気持ちは嬉しいね。言い方も嬉しいし、うん。その本当にお互いのことを見てないと、そういう風にな言い方はできないはずだから。うん、すごい嬉しい言い方でしたね。うん、お、野間犬さんだ。野間犬さん、バカありがとう。おはよう。テルチャンピンって誰といても角立たないイメージあります。あ、俺もある。っていうか、俺は一回も角立ったことないんだけど、実はキャスの頃めちゃめちゃ荒れてたらしいよね。鉄パイプ持ってぶん殴りに行ったりとか、そんな配信ばっかりやってたんでしょ？結構トっぽいんだよね、テル。俺はね、テルとは全然仲いいんだよね。気が合うっていうか。すげえ気が合うね。もう好きだね、うん、まあテルからもらったベルトしてるぐらいだからね、うん、これテルがくれたんだよ。おー、アルさんおはよう。ワトツでーす。おはようございます。マイちゃん風船5個ありがとう。ありがとう。みんなふわちっていう小さな学校の生徒だからね、仲良くもなければ悪くもなるし、登校拒否しなければ和解する瞬間もある。学校の生徒、学校の生徒、
校の生徒、うん、あんまりしっくりこないかもしれない、うん、あんまりしっくりは来ないかな、うん、学校の生徒、さあ半年後どうなっちゃうんですか。減らってるね。半年後減らると思う、うん。あのね、っていうのもね、あのもう自分のペースで配信できないと思うよ。うん、逃げられない関係っていうか、まあ顔は付き合わせるだろうね。でも俺はもうツイッターもフォローしてないし、放送も見なくなってるから、だから自分からリスナーさんから質問される限り話題には出してないはずなんだよ。わかんないよしか言ってないしね。正直もう見てないんだよね、本当に。うん。ロハコさんの霊視は本物ですか？いい質問ですね。僕は、うん、いい質問だ。僕は、人とお付き合いをするときに、その人がこうだって言ったら、なるべく信じるように生きてます。なるべく。僕がどう思うかって、僕に物差しっていうのがあるんですよ。僕は物差しを持ってるの。この物差しで世の中を測っちゃうと、で人間って愚かな生き物だから、自分の知ってること、体験したこと、経験してることが物差しね。こっからはみ出すことは嘘だってやるともったいない生き方をすることになるの。だから人のこと、物差しが小さければ小さいほど人のことを否定していく生き方になるでしょ。これって器量のない男とか器の小さい男って言われるのね。だから、なるべく自分の物差しは広げようと思ってんの。で、受け入れる。で、その中で自分がこれいいなって思ったものを実践できる男になりたいと思ってるの。これは俺の生き方なのね。で、ロハコさんが、霊視が本物ってロハコさんが言うんだから、俺はそのロハコさんとお付き合いしてます。はい。まず1。で、ロハコさんがもし本当に霊能力あったとしたら別に何の問題も起こらないじゃないですか。僕との関係も。で、ロハコさんがもし嘘をついていて霊視がなかったと仮にしましょう。仮にした場合、そのしっぺ返しが来るのはロハコさん自身なんです。信頼を失うんです。だからこれは俺がとやかく言う問題じゃないっていうのが俺の生き方。はい。わかる？うん。それが僕の生き方です。人のことを否定するのはあんまり好きじゃない。うん、そう。宇宙人がいるとか、俺は宇宙人だって言ってる人が好き。だから俺はロハコさんのその霊能力があるっていうのはロハコさんはあるんだろうねって生きてる。あんまり野暮なことはしたくないのね。本人があるっつってんだからあるんだよ。ね、実はね、俺見てもらったことあるんだけど、それが本当かどうかっていう話じゃなくて、ロハコさんの霊視は面白いよ。ロハコさんの霊視は、俺ね、あと、占いとか霊能力ってどういう風に捉えてるかっていう話をしよう。ロハコさんが霊能力あるかどうかは別の話で、俺が占いに行くときとか、俺が霊能力者に相談するときは、ガチの相談をしないで、その人がどんなトークを仕掛けてくるかっていうか、
その3000円払ってこの人どんだけ面白い話してくれんだろうぐらいに思っていく、うん、あのエンターテイメントっていうかうさばらしっていうかキャバクラ行くようなもんだよ多分おっさんが可愛いお姉さんとお話したいなっていう。だからあの遊びに行く感覚、例えばなんだけどね、あの何さんって呼べばいいのか、カリエさんでいいのかな、カリエさんが俺に言ってることって、ねえワド、ディズニーランドのさミッキーってあれ本当にネズミ？ねえ私すごい悩んでるの、ミッキーいるでしょディズニーランドに、あれ人だよね、人じゃないの、あれネズミじゃないと思うの私、みんなね子供たちねミッキーだミッキーだってはしゃいでるけど、私あれ実は人間が入ってるんじゃないかと思うの、どう思うわどう、あれ人入ってるわよね、どうなの本当はって、向いてないディズニーランド向いてない、わかる。もうそれ考えたら絶対ダメなの。ディズニーランドの入場料高いお金を払ってるんですよ。でしょ？ミッキーって抱きついた方が楽しいの。わかる？乗っかってこ。乗っかるって大事だから。もう理性で考えてもね、世の中面白くないの。ミッキーって抱っこしてくれたミッキーってやんないと、あのね、論破する癖とかやめた方がいい。はい、正論。はい、論破。とか、もう全然面白くない。だからインターネット見てるとかわいそうになるのよ、俺。なんか、論破人間たちが、論破星人たちが俺かわいそうでしょうがなくて、乗っかってこ。俺だから、ロハコさんと会うときは全力で心霊配信やってるよ。うん、いや、ディズニーランド向いてないでしょ。うん、でしょ？パッと浮かぶ、例え話は子供の時から得意だったね。うん、なんかその、自分のトークの中で、その頭があるじゃん。この人が言ってることって、あのね、例えをするときってなんで例えるかっていうと、自分の世界にこもってるんだよ。自分の物差しだけで考えてんの。そこを外してあげるのがすごい大事なの。別の似たシチュエーションを引っ張り出すの。すごく似てるでしょ。こんな人どう思うって客観的に見たときに、あ、私ってこうなってたんだって楽しめるじゃん。わかる？それをうまく伝え、でも、そんな例あると思う。お前例あるっつってんだからや。お前、ロハコさんのこと裏切んのかよとかやっても、めちゃくちゃになるだけだから、人間関係が。リスナーさんと、リスナーさんとの関係がぐちゃぐちゃになるんですよ。だから、これってこうじゃねえってやると、そうかもってなるじゃん。そうそうそう。そういうのが大事なんだよ。客観的に例えちゃうっていう。そうそうそう。知らない人の家に行くって怖い。あ、ロゴさん遠隔でやってくれるよ。スカイプでやってくれる。スカイプでいいんだよ。ロハコさんに家に行く危険性はみんな知ってるはずだから。ロハコさんの家に行くっていうことは何かしらの事件が起こる覚悟で行ってほしいよ。だってあれだもんね、ゴシャブ事件からブレイクして男のリスナーのチンコ30本しゃぶったって言ってたよ。30本はしゃぶったって言ってたから、まあ、危険ですよ。スカイプとかさ、女か、あの人は、まあまあ、本当に男にしか興味ないから。まあ、いや、でも家に行ってる人もいるからね。まあでも、どうなんだろうね。それはほら人の生き方だから、あんまり俺が口出す問題じゃないじゃん。いや、大丈夫とか、俺が決めることじゃない。だって、俺が大丈夫じゃないって言ったら、ロハコさんに対して失礼でしょ。なんで僕の家に女の人が来るの大丈夫じゃないのってロハコさんに言われた時、言い訳ができないもん。俺、ロハコさん友達だから、俺普通に遊びに行くもん。だけど、ね。カリエちゃんが言って何かが起こった時、俺責任取れないじゃん。絶対大丈夫なんて責任ないこと言えないから、
ねえ、レイプされちゃったとか、ねえ、何かあったとか、殺人事件があったっつっても、俺は責任取れないでしょ？だからそんな責任ないこと言えない。うん。自分で決めるべきだよ。自分の生き方は、行動は。俺はロハコさんと友達だから、友達だけど、ねえ、それは俺が言うことじゃないと思ってるよ。家に行く、誰かの家に行くときに、うん。だから、そこは責任持てない。ごめんね。だって男と女だからさ、何があるか分かんないじゃん。だって俺はそれで柏木を紹介したのよ。ロハコさん大丈夫だからって。柏木に家止めろよ、止めてもらえよって、ホームレスなんだからって言って、ごしゃぶ事件が起きちゃったの。とんでもない。友達二人を紹介して、ねえ、家広いロハコさん、家がない柏木、お互い配信者で相乗効果ある。2週間連絡取れなかったら、2億円、200億円もらえるからっつって、6回もしゃぶっちゃったわけでしょ？ 5回もしゃぶっちゃったわけでしょ？だからもう責任取れないです、僕は。うん、だからそこは自己判断で言ってもらいたい。あの話すごかったっつうか、もうどっちもアホすぎたからね。奇跡みたいな話だから、うん、いや知らなかったよ、本当にびっくりしたよ。だって俺、だってワイドさん大変なことになりました、今すぐ来てください、ミドさんが怒ってるんですつって家に行くじゃん。でこれ配信外だよ、緑さんの暴露枠が始まってる時に、ロハコさんが、僕はそんなしゃぶったりとか絶対してないのに、なんでこんなこと、柏木くんはおかしい人のことをって言いながら、緑さんの枠で、俺イヤホンつけてたんだけど、チュパッ、チュパッ、柏木くん超気持ちいい？ああ、濡れてきたね。チュパッ、チュパッっていうのを、音声で聞きながら、うん、あれはなんでこんな嘘をつくんだろう、柏木くんはっていう言い訳を聞いてたんだよ。めちゃめちゃ面白いでしょ。俺なんでこれを放送してないんだろうと思って。俺が一番面白かったからね。もうチュパ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 を聞きながら、本人がめちゃめちゃおこで、すごいでしょ。あの俺、あの時の俺の、この、どうしようっていう。もう、すごかったよ。面白いでしょ。うん、もうケミストリーっていうか、もう奇跡だなと思って。そう、うん。あれはすごい体験をしたよ、俺。目の前で大嘘つかれてるわけだから。目の前で俺、この人に嘘つかれてる。あ、喋ってる、この人と思って。あれ面白かったですよ。うん、いやー、すごかったね、あれはね。あんな経験なかなかしないよね。じゃあ、しゃぶられた柏木が暴露するっていうか、だからじゃあ、柏木の底抜けのアホなのが、本当に200億もらえると思ってたの。バカだから。だから、俺は柏木に言った、俺は柏木も攻めたの。ロハコさんも攻めたけど、柏木も攻めてるのね、実は。で、その時言ったのが、お前ただ200億欲しくてチンコしゃぶられたんだから、お前が売春しただけだろって。なんで周り巻き込むのとは言った。そうじゃん。で、その200億もらえなかったかどうかは、お前とロハコさんの話だから、なんで周り巻き込むのっていう。で、俺は、そう、あんまりにもちょっとかわいそうっていう建前のもと、面白いと。もう、テンションバー上がっちゃって、そのチュパチュパ音を聞きながら、もう緑ちゃん来ちゃいましたね。どうしましょう、僕は。とかいう嘘ついてるロハコさんがもう面白くて面白くて、うわ、やべえと思って、もうすごい面白くなっちゃって、もう乗っかりたくなっちゃったの。で、あれ、キスも、あれだよ。そんな台本なかったんだよ。だから俺、みどりさんがとほら、みどりさんが俺のこと嫌いだったじゃん。俺、行くよっつって。裏に行くよって。で、もうゲイっていうのカミングアウトしなって言ったの。
じゃあ僕もできませんって、いやしゃぶったの聞いたよって、やったんでしょって、はいやりました、僕は豪快しゃぶってますつって、知ってたの俺は。じゃあロハコさんプライドもあるからねって、なんつうの、俺は駐車場に行って放送映らないように、みどりさんとバッティングしないようにすると、でゲイっていうのをカミングアウトするのあれだったら俺を恋人だって言っていいよって言ったの俺は。わかる？俺が恋人だって、みどりさんと俺と愛ね、俺と仲良くしてるのみどりさん気に食わないんでしょって、だったらみどりさんに言ったら面白おかしくしてくれるから、和道とはゲイ友なんだっていう設定にしようって言ったら、それはいいですねって言ってたので、俺は人笑い起こればいいなと思ってたの正直。みどりさんの枠で和道さんとできてますって言ったらドカンってなると思ったのよ。そしたら案の定、何和道とできてんの、和道とはどういう関係なのっていう案の定振りが来て、いや実はゲイですっつったらドカーンってなったのよ。俺は計算通りだったの、そこは。そこは計算通り。もう、配信も面白いし、ロハコさんが叩かれる流れじゃなくなるし、よかったなと思ったら、和道を呼べって言ったの。みどりさんが。俺からすると、ゴロリの車でゴロリが横にいて、えってなったの。ゴロリが横にいて、えってなったの。俺出るのこの流れで。で、無茶ぶりが始まっていくわけですよ。だからもうそっから全部アドリブだよね。ただの悪ノリが悪ノリを生んでいくっていうだけ。それが真実だよ。だからキスをさせようとか、そのゲイだっていうか、思いつきで、なんか放送盛り上げようぜっていう悪ノリが悪ノリを生んでいっただけだよ。ロハコの女リスナーが柏木のファンでさっていうのが始まりなんだけど、その女リスナーっていうのがロハコさんの、サブアカのネカマアカウントの。そんな女リスナーなんてものは存在しなくて、ロハコさんだったの、それは。うん、だから、その、ゴシャブ事件の時、裁判の時に、ゴロリさんが、そのスカイプアカ、スカイプ起動してログアウトしてログインするときに、そのアカウントが全部ロハコさんのパソコンに出てきたの。一覧で。そしたら、柏木号泣だよ。うん、騙されたーっつって。で、どんどんめくれていくっていう。あ、面白かったよね。いや、映ってない時、笑ってないのじゃない。もうずーっと半笑いで俺のこといじくり倒してんだから。あの人鬼だよ、本当に。ずーっとロバってるんだ。だからカメラが自分の方に向かないで、俺の方ばっかり向いて、ずーっと俺いじりしてんだ。じゃあキスできんのか、とか言ってね。その後の可愛い子よ、ね。その次の日にサメ島さんと初対面で、ね。拉致されるっていうね。サメ島に連れて行かれるっていうね。うん、いやーすごかったねあれは、うん、あれはすごかった。もう二度とあんなミラクルは起こらないだろうね。だって当時ツイッターでゴシャブでエゴサーチしたら、大学の単位落とした学生がリアルに二人いて面白かったもん。ゴシャブのせいで3日間寝れなくて単位落としたわかわいそうと思って。なんか文面的にリアルな感じだったよ。大学生のツイート。うん、いや、あれは面白かったよ。いや、やっぱ、そう、振りには答えたいっていうさ、なんつうの、生主心が出て、この振りは乗っかってみたいっていう、ね。じゃあ笑い転げそうになってたから号泣、うわーって泣いてたんだよ。だってもうずっとロバってんだもん。ゴロリさんも。ゴロリさんも、みどりさんもロバってる。でも、本気で騙されてたよ。うん。そのロバってるのはこいつらできてるっていうロバり方の。その台本的なロバり方じゃなくて、こいつらまさか気持ち悪いっていうロバり方の。だから本当に騙されてたもんだよ。もう騙し通してやろうと思って。あれはすごかったよね。ここは僕ん家だぞ。ちょっと待ってろ。今すごい力が出てくるから。あんな小声でさ、ガヤガヤしてんのにリスナーもすごいよね。よくあんなに聞き取れるよね。
ちょっと待ってろ、今すごい力が出てくるからつって。そうそうそう、まあ今となってはいい思い出だけどね、うん、今となっては。柏木戻ってこねえかな、あいつ底抜けなアホで超面白いのにな。柏木なんかふわっちで稼ぐでしょあいつは。まあひなりと付き合ってんだもんな、うん、正直ひなりは羨ましいよね。俺ひなり超好きだったもん、超ファンだったもん。マジかーって思ったもん、ひなり柏木が好きなんだ。柏木は面白かったよね。俺だって唯一年下とかで、あのもう素でガチンコ勝負したら負けるって思ったのは柏木と石野の2人だけだもん。この2人は面白すぎると思って、もうどんだけやっても底抜け、底抜けじゃん、あの2人って。もう絶対勝てないと思った、その本気で打ち込んだら、プロとして。そう、才能のあるやつはね、自分の才能に気づかないんだよな。石野と柏木は本当に勝てる要素ないのに、本人たちがね、その生主のポテンシャルに気づいてないんだよ。あ、3時間入ったったんで、アイテム小突きさせてください。1時間に1回、アイテムを頂戴しております。もしよかったらお気持ちで、風船1個でも構わないんで、アイテムよろしくお願いします。音楽2分間流します。アイテムタイムスタートです。お願いします。やばいな今日、なんでこんなことになってんだろう。はい、まいちゃん風船10個プレゼントありがとうございます。ありがとう。タンタン風船プレゼントありがとう、ありがとうございます。おい、タンタン風船プレゼントありがとう。タンタン風船プレゼントありがとう。ありがとう。タンタン風船5個プレゼントありがとうございます。ソラちゃん、風船プレゼントありがとうございます。タンタン風船5個プレゼントありがとう。バガプレゼントありがとう、みずきさん。ありがとうございます。厳しいかな、今日は。ありがとうございます。どうしようかな。放送これでやめにしようか。ちょっと今日は、なんか、アイテム厳しそうな流れなんで。おはよう、まこやん。ちょっとさすがに3時間放送やって、花火2発っていうのは、あまりにも、ちょっと、あれなんで、時間帯変えるわ。あ、風船15個ありがとう、まこやん。うん。じゃあ皆さんお疲れ様です。遅くまで3時間も放送を聞いてくれてありがとうございました。ちょっと時間帯ずらして、やります。またぜひ見に来てください。追っかけてくれる人はぜひフォローよろしくお願いします。それではお疲れ様でした。皆さん、ありがとうございました。おつです。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。